今回は鶏肉と茄子の唐揚げ、香味唐辛子の作り方を紹介します。醤油味の甘酸っぱいソースとニンニク生姜の食欲をそそる香りが唐揚げに合わさり癖になるうまさですよ。それでは作っていきましょう。材料は鶏もも肉角切り16切れ、茄子乱切り 1.5 本、ニンニク生姜みじん各大さじ1、青ネギ大さじ1です。鶏肉に醤油大さじ1と酒大さじ1を入れ下味をつけます。よく混ぜてから10分以上寝かせておきます。香味ソースを作ります。ニンニク生姜と砂糖大さじ2、酢大さじ2、醤油大さじ3を入れます。味の素、少量とごま油を大さじ1でよく混ぜ合わせておきます。鶏肉に水溶き片栗粉大さじ2くらいを入れ、含ませたら片栗粉を適当に入れ、まぶしていきます。肉のベトついた感じが少なくなるくらいまで片栗粉を入れ、溶いてます。大体このくらいになれば OK です。茄子も同じように溶き片栗粉を入れ、含ませ、片栗粉を適当に入れ、まぶします。茄子はたくさん片栗粉を入れると、ボケっとしてしまうので、薄くまぶすくらいで OK です。こうすることで素揚げするよりも、タレが絡みやすくなり、美味しくなります。鍋に油を入れ、180度の高温に温めます。鶏肉を軽く握り、粉をまとめるようにして油の中に入れていきます。こうすることで粉がしっかりと鶏肉につき、カラッと仕上がります。鶏肉を全部入れたら表面が固まるまで1分くらい触らないようにして揚げていきます。鶏肉の全体が白っぽくなってきたら、頭などを使ってほぐしながら揚げていきます。ここから中火で大体2分くらい揚げていきます。このくらいこんがりとした色になってきたら、一旦引き上げます。油の温度を180度の高温に温めていきます。
油が温まってきたら鶏肉を最後油に戻し二度揚げしていきます。ナスの上で揚げていきます。大体1分くらい揚げていけば OK です。このくらいの揚げ色がついてきたら引き上げます。油をしっかりと切ったら香味ソースを入れ、加熱し揚げた具材と一緒に絡めていきます。全体にタレが絡まれば完成です。さらに盛り付けます。最後に青ネギを散らせて出来上がります。これで鶏肉とナスの唐揚げ香味ソースあえの完成です。よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。